皆様こんにちは。今度はプーさんとあやめ公園の湧き水ポイントに来ています。一年中通してこういった水が湧いています。長井は水と緑と花の長井と言われていますが、その水がここにあります。触ってみますね。うわ、冷たいですね。すごいです。で、ここに線が入ります。湧き水なのですごい冷たいですね。とっても綺麗です。おいしょ、こんな感じですね。とても綺麗です。ルーさんとここに来るのが大好きなので今日も来てみました。また今年も健康で来れてよかったです。ここは伝統があって、実はカブトやクワガタが夜になると落ちていたりします。この桜の木にくっついていたりして、そういったのを2人で取りに来るのも楽しみなポイントです。それでは皆様。